いいもんね。オリジナル怪獣出さないですか。ガキラ、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 ガキラ出さないですか、そろそろ。もし怪獣を作る時があればガキラを。ガキラ、ガキラ、いいですね、可愛い。ガキラ出たら買うんですよ。ここにちょっとガキラを。そこの隣ぐらいに。発想がすごい。さすが。メールしてて、そろそろガキラ出さないですか。命名していただきましたからね。ありがとうございます。それでは移動してきました。おー、ドラゴンボール。ドラゴンボール、おーすごいよ。40周年です。見てよ、40周年。いや、あなたが星アイテム115年目選んで回答しよう。ドワーッと見ていきましょう。うわーすごいね、ドラゴンボールの歴史を感じる。すごい数がある。めちゃでかい、ね、本当だ。こんなに出てるんだね、ドラゴンボール。こんなに出てるっていうことですよ、これ。アニメのさ、歴史をこうやってたどることができるんだね。うわー、セル、セル、セル、マジンブーと。いいですね、ポージングとかもすごい。戦ってるわ。GT もあるね。GT もありますね。世界観もね、すごい。おお。すごいよ、いいいいいい。フリーザ。あ、身勝手な極意だ。苦手なのはメタルクーラー。うわーすごい。劇場版っていうか、そうね、ハーレスとかクーラーとかいるもんね。子供でここにね、ありましたね。ありましたね、ドラゴンボール。お、ブロリーかっけえ。うわー、ブロリーかっけえ。で、ここにね、ドラゴンボール、この絵がさ、もう懐かしい。うん、この字懐かしいよね。うわ、新商品ですね。お、新商品。孫悟空&龍40周年記念エディション。お、これ、これすごいね。これいいね。いいよね。確かに。わー。これ第1巻です。ね。第1巻のフィギュア化ですよ。確かにこれは周年にふさわしい商品。11月15日金曜日10時解禁。初出店でございます。孫悟空&ブルマだね。すごい、この表紙のね、再現になっております。そして、こう行くとかっこいいね。スーパーサイジン孫悟空、エフェクト、エフェクトすごいね。うわー、この傷具合もなんかね、塗装がすごいですね。そしてね、商品化決定。スーパーサイヤ人、孫悟空伝説のスーパーサイヤ人がベストセレクションとして登場と。来年の1月24日に公開予定。おお、カメハメハですね。で、ドラゴンボール40周年と。おお、悟空。それでは次行きましょう。おお、来ました。おお、あ、あー、まあ、気になるのがあるんですが、先に、おー、あら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 、やばいね、等身大、等身大ハーデスはやばい。はい、足の先まで作り込まれてますね。ほら、やばいよ。刀、刀に刻印が入っています。徹底的に作り込まれた神である冥王ハーデスのカムイ、6本の翼がすごい。後ろから見ていてもふくらはぎに翼がありますね。そして羽が後ろまで見ることができました。すごい光沢だ、黒光り。冥王ハーデス、セイントクロスマイス EX も並んでいます。オリジナルカラーですね。この黒光りがめちゃくちゃかっこいい。そして表情もクールです。こちらの刀も作り込まれています。そして新商品ですね、新商品が並んでいます。このアクリルクリア欲しいです。で、ニュー女神アテナオリジナルカラーエディション、これ原作の色ですね。原作カラーです。アニメと違うんですか。違う、アニメはオリジナルじゃない。オリジナルカラーのアテナは神々しいです。素晴らしい、輝いています。アテナのカムイですね。神の鎧はカムイ。そして隣にも神が。
海洋ポセイドンオリジナルカラー、これも美しい。オリジナルカラーになるとかなり印象が変わりますね。ポセイドン、これもカムイです。槍が大きいですね。オリンポス十二神、表情も美しいですね。ジュリアンソロの体を借りています。エリシオンを再現しているね。エリシオンを再現しているジオラマの上にゴッドクロスの聖夜がある。2025年5月発売、27,500円。表情が素晴らしい。はい、オブジェ形態とともに並んでいますね。めちゃくちゃ輝いています。うわー、いいねー。めちゃ綺麗。このペガサスのゴッドクロスがひときわ輝いていました。白く輝く。セイントクロスマイスも素晴らしいですね。めちゃくちゃ輝いています。ぜひ実物見ていただきたい。おー、すごい。そしてこれは新商品、新商品があってね、ゴールドクロスがオブジェで並んでるんだけど、ゴールドクロスがね、このオブジェで並んでるんだけど、そのね、センターに幻のオピプスのオデッセウスが。セイントセイヤ最新作冥王神話に登場する13番目の幻のゴールドセイント、オプスのオデッセウスがついに登場。オデッセウス形態は初ですね。このマント、ボロボロがボロボロなのが表現されていて、髪型もすごいです。そして槍も、もうボス感半端じゃない。見えないオーラが、すなわちコスモを感じますね。このフィギュア、とてつもないコスモを感じる。やばい、やばすぎる。かっこいい。ゴールドクロス12級の順番に並んでいるのかな。アリエス、タウラス、双子座ジェミニ、カニ座キャンサー、かっこいいな。そして獅子座レオ、乙女座バルゴ、美しいですね。そして天秤座ライブラ、ムキムキだらけです。そしてサソリ座スコーピオン、見事にオブジェで表現されています。尻尾の先まで。イテ座サジタリアス、ゴールドクロスの中では唯一翼が生えていますね。弓矢を構えています。そしてカプリコン、ヤギ座アクエリアス、水亀座ディスケス、魚座、魚になってる。天使犬は僕の星座は双子座、ジェミニーのサーガですね。俺の星座はバルゴのシャカ、シャカです。神に最も近い男、シャカのクロスです。そしてフィギュアーツゼロからサジタリアス星矢が飾ってありました。めちゃくちゃかっこいい。エフェクトもついてて、これは稼働しません。稼働フィギュアではありませんが、スタチューとしてめちゃくちゃかっこいい。躍動感もすごいし、翼の表現もかっこいい。これからフィギュアーツゼロでセイントセイヤがたくさんキャラクター出てくるかもしれませんね。箱もかっこいいですよ。弓矢を引いてますね。弓を引いています。素晴らしい。大注目だったんですよ、この商品。箱からやっと見ることができました。そしてブロンズのセイントたちが並んでいます。おっと、オブジェがアペンディックス。セイントクロスマイスから新しいシリーズですね。おっと、ゴールドクロスがオブジェで並んでいます。これ集めたい。これは美しいです。回転させたい。この展示最高。さすが魂ネーション。そしてオプクスクロスが、ゴールドクロスが等身大で飾ってありました。これ等身大かな。すごい輝きです。これ見えるだけで魂ネーションに行った方がいいですよ。本当にすごい迫力と輝きが半端じゃない。来てみたいな。一回来てみたいけど、相当ごつい素体じゃないとブカブカになっちゃいそうですね。翼まで作り込まれています。翼かな。セイントクロスマイス EX アズガルト編並んでいますね。おっと、注目オーディンセイヤー参考展示、青白く輝いています。
セイヤのイメージとオーディンのゴッドローブ、はい、そしてアニメ再現ですね。アニメオリジナルキャラクターもセイントクロスマイスで出ている。ここが面白い。そしてこの双子最高ですね。対極に並んでいます。ポーズも対極、こだわりを感じる。大注目、最大の大きさではないでしょうか。セイントクライスクロス EX からガンマ製フェクダトール、でかいです。そして謎だった神話級のメッキ彩色ができるまで、セイントクロスマイスの作り方が、彩色工程が書いてありました。パーツの成形加工1、2、銅メッキで下地作り、3、ニッケルメッキで下地作り、4、手作業で彩色を重ねる。手作業なんですね、これ。ダイキャストパーツの成形。はい、金型ですね。処理、そして磨きと、すごい細かく説明があります。わかりやすい。これはファンはたまらない。4、銅メッキ。銅メッキで下地を作ると、確かに銅色だ。そしてニッケルメッキ、ニッケルメッキで下地を作る、銀色になりましたね。そして彩色と、こだわりを感じます。すごい過程だ。メッキ以外の彩色はこうなる。これ比較ですね。確かに銀色だが輝いてはいない。はい、アクション用のギャバみたいな感じですね。メッキ以外の彩色、反射はしないということですね。そしてメッキになると輝く。おお、反射してる。確かに輝いています。これはすごい。彩色は手作業、メッキ彩色。石垣家ガキちゃんではヒロアカ全部アニメで見ています。そして映画も私の誕生日に見に行きました。スマッシュ、劇中をフィギュアで再現することができます。ブロックもエフェクトパーツも素晴らしいですね。デク、緑谷いづくくん、すごい、エフェクトがすごい。そしてとてもド派手でした。爆豪カズキ、過去にバンダイさんから発売されたエフェクトを使って、はい、再現されています。これはびっくり、めちゃくちゃかっこいいですね。劇中再現です。こうやって飾りたい。とても派手です。そして造形も素晴らしい。そしてトロキショート、めちゃくちゃかっこいいですね。とてもクールで熱い男、顔のやけどの跡まで再現されています。髪の毛が上がってるのは珍しい。めちゃくちゃかっこいいですね。髪の毛が逆立ってる。万代さんの担当からお聞きしましたが、とてもこだわった展示だそうですよ。いろんな技が、デクのいろんな技が再現されています。素晴らしい展示です。やっぱりこの2人をてっぺんにこだわったそうです。爆豪かっこいい。アニメからの再現度がとんでもない。まさにヒーローですね。素晴らしいです。そして遊戯王デュエルモンスターズはモンスターが展示されていました。これ SH モンスターアーツ、ゴジラやガメラと同じモンスターアーツなんですね。真ん中に謎の影、楽しみです。 SH モンスターアーツ、ブルーアイズドラゴン、ホワイトドラゴン、ブラックドラゴンもいますね。かっこいいな。ホワイトドラゴンは子供の時アニメで見て印象的です。ブラックドラゴン、とても美しいですね。そしてブラックマジシャンもモンスターアーツですね。モンスターアーツ新しいね。新しい。あ、これ全世界初。エフェクトパーツすげえ。ウィング、スターダストドラゴン、スターダストドラゴンですよ。すごい。そして石垣家も見ているチェーンソーマン飾ってありました。これからの展開も楽しみです。サムライソードとチェーンソーマンが戦っています。メインキャラクターも
フィギュアーツで展示。そして怪獣8号、どでかい怪獣8号です。すごい、エフェクトもついている。 SH フィギュアーツ怪獣8号、怖いな、実際いたら怖いな。等身大でした。めちゃくちゃでかいです。怪獣8号も私は見ていますよ。劇中を再現することができる可動フィギュア、フィギュアーツ素晴らしい。戦わせたくなりますよね。お、怪獣9号劇中再現です。ニュー篠宮キコル。そして鬼滅の刃、鬼滅の刃もフィギュアーツで登場。映画も無限上編が3部作公開決定しているので、これからも鬼滅の刃は盛り上がっていくでしょう。おっと、注目の商品がありました。縁柱、煉獄杏寿郎と赤さ並んでいます。新作ですね、新商品です。参考展示です。どういう顔のパーツがあるのか、エフェクトパーツとかもあるのか楽しみです。そしてプロプリカも並んでいます。メツですね、煉獄さんの唾。そして富岡義勇と炭治郎フィギュアーツ、可動フィギュアならではの遊びができる。そして私が子供の頃から見ていた幽遊白書ライガー、ドグロ 100% とユウスケが戦っていますね。めちゃくちゃ面白いです。これ劇中のいろんなシーンを一つのボックスで再現しています。トグロ 100% いかつい、造形がすごい。そして稼働する肩の三角筋がやばいですね。これ殴られた表情、殴られた表情があります。素晴らしい作りです。そしてルローニケンシン、3人並んでいます。ケンシン、篠森青志、斎藤はじめ。篠森の刀が長い。筋肉マンも展示されていました。筋肉マン可動フィギュア熱いですね。さまざまなプロレス技を再現できると。これ顔パーツで30種類の表現の再現が可能。さすがフィギュアーツ、これは面白い。ファンはたまらないですね。筋肉がすごい。トグロと並べたいな。そしてベルセルク、この再現が素晴らしかったです。ベルセルクの再現、筋肉や体の作り、ものすごい再現ですね。ミュウです。コミックから飛び出たようなフィギュアですね。飛び出てますよね。ものすごい造形です。サイズもでかい。もはやモンスターアーツなんです。ゾッド予約受付中なんですが、これ造形が半端じゃない。ガッツリ可動フィギュアだからできるこの展示再現、素晴らしいフィギュアーツ。ベルセルク黄金時代編、これはプロプリカですね。案件元監修中とのこと。あ、持った、買った、あれだけ買ってる。え、ニシケンどれ買ったの？これ、ニューレウス。ニシケンはどれを買ったんですか？ニューレウス持ってます。持ってる。お、すごいね。なんかギドラみたいな翼だね。さっきのさ、ハリーポッターのさ、あ、ドラゴンに割と似てるんだよね。おお、19,800円、すごいね。やっぱサイズ、ボリュームがすごい。こういうさ、台座がついてんの？そう、この台座がついてる。これさ、ギドラの台座に似てる翼。やっぱ羽でかいとこうなるんだよね、きっとね。なるほどね。お、これ新しいキャラだね。1月発売ですね。おお、モンスターすごいな。はい、私が大好きなゲーム、鉄拳シリーズがね、鉄拳8、なんとね、
ジンとカズヤがやられてますね。これニーナ・ウィリアムズとねキングがね展示されています。本当だ、カズヤとジンがやられています。主人公がやられているという展示です。リアルだよね。ねえ、すごい。さすがビリアーズ。キングの肌、筋肉がすごいね。血管が浮かび上がってますね。崩壊スターレイル。3商品化決定ですね。日本初展示です。かっこいい、かっこいいぞ。プレミアムバンダイ、みんな大好きプレバンだね。はい、みんな大好きプレバンですか。はい、パンドラもいます。そして魂ネーション2024特別展示、貴重なフィギュアがたくさん飾ってありますね。これからも楽しみだ。ということで今回は魂ネーション2024、はい、楽しんでいきました。すごいボリュームでした。すごいボリュームだね。本当にね、これからもバンダイさん魂ネーション楽しみなんだけど、はい、初参加、うんうん、西県どうだった？楽しかった。もう幸せだった。本当は。なんか明日も来るというか、今日もね行くのかな？もう一回来たいね。いや、俺ももう一回行きたい。我々がこう展示を見てね、ちょっとまた変わって新商品が展示される可能性がありますので、追加でね、そうそうそう、追加展示があるかもしれないので、そちらも楽しみですね。うん、ちょっとモンスターアートも被れてるのがあったからね。まだまだね、どういう隠しがあるのか。まあ、超合金、ガンダム、そしてモンスターアーツ、アニメと、盛りだくさんのね、バンダイさんもね。全部バンダイでやってくれてるんですね。すごいです。すごいです。大満足でした。皆さんもね、興味あったら、魂ネーション、ぜひね、参加してみてはいかがでしょうか。来年も楽しみだね。楽しみ。はい、ぜひ行きましょう。行きましょう。はい。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしく、勇気よろしく、言えば、そして、チケルでした。バイバーイ。うおーすごい。あ、わーうわー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 すごいすごいすごい。いやー、いちごー。うわ、待って待って、これすごい、ちょっとね、ここら辺はまあまあちょっとまあゴジラを見て、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 うわー、はい、ね、70周年のね、ゴジラで最新のフォルム携帯シンメチェンしてきました、はい、そうっす、ティアマトを倒してね、言いますよ、レディオン、モンスター、ねえ、やばくね、この放射熱線のゴジラ、口もそうだし背びれもね、このグラデーションがかかってて、これね、逆光でね、多分クリアパーツでできてるから光るんだよね。仮面ライダーガブ、最新仮面ライダーですね。これエース、本当だ、すごいっすね。おー、いい切り、すごいっすね。力が入ってますね。いやー、色鮮やかですね。おー、お菓子がモチーフですね。ニューですよ、見てください。白いよ、かっこいい。バイスーパーセンターです。並んでます。フィギュアスですね。バイバルイーグ。そしてレッドポーク。ティラノレンジャー。我々見てた世代ですね。ですね。デューレンジャー。あー、いいポージング。おー、そしてハリケンジャーですね。あー、私見てた。これ今ハリ、あのハリポタで共演中の張さん。ハリケンジャー。そうだよね。ハリケンジャーです。そしてデカレット、はい、私が共演させてしまったスペースバトル、共演させてしまったデカレンジャーの赤座バンバン、ギアバンが復活する機会でもあったゴーカイジャーのゴーカイレッドですね。ヒロムですね、ヒロム、レッドバスター、私ね、ゴーバスターって言ってました。ここはね、スーパー戦隊コーナーになる。あ、ジュンブンジャー、スーパー戦隊一番こっちだ、ブンジャーいたします。最新です、家庭戦隊です。
これ砂場踊りすごい筋肉がねえ、すごい大事なるほど、うん、確かになるほど、さすがに試験強そうってなるね。このまま持って帰りたいそれぐらいすごい展示ですよ。特別にちょっと触らせていただきます、はい、こうやって家で飾れるわけですよ。これオブジェとして飾ってもめちゃくちゃおしゃれですよね。楽しいネーション2024バンダイの皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしく、ゆうまー。また会いましょう。